ナナです。今回はですね、ニュージーンズの UCA をやっていきたいと思います。はい、今回の曲はすごいね、頭に残りやすいような曲調で、すごくね、見てたら踊りたくなってしまうような曲なので、ぜひ皆さんもこの動画で覚えて一緒に踊ってみてもらえたら嬉しいです。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、それでは早速始めていきたいと思います。こっちが右です。こっちが左です。鏡になるようにして覚えてください。まず今回はですね、1サビの部分のダンス解説をやっていくんですけど、1サビは、メンバーさんたちがこういろんな方向を向いて踊っている振り付けがあるんですけど、そういった部分は正面を向いて踊っているメンバーさんの振り付けで解説をやっていきたいと思います。はい、今回はサビの最初のワンツっていうところから入っていきます。最初ワンツで右足から斜め前に右左っていう感じで、まあ、ちょっと膝をこう上げて踏む、上げて踏むっていうイメージで、前に2歩歩いていきます。ワンツっていう感じですね。はい、でその時に手がワンツっていう感じで、こう両手内側にこう入れて斜め上に刺すっていう感じですね。ワンでもう一回ツっていう感じですね。でこれは手はパーでこうピンって伸ばす感じで置きます。はい、一緒に行くとワンツっていう感じになります。はい、そうしたら次右足に乗ってスリーっていう感じで、左足を伸ばしたままこう左に向かって流します。スリーって感じですね。で、その時手が3っていう感じで、右手はこうおでこのところをなぞってくる感じで、左手は斜め上に伸ばす感じで持ってきます。3って感じですね。はい。そしたら、4で左足寄せてきて、4っていう感じで、左手は捨てちゃって大丈夫で、右手で、ブン。自分の前に投げます。4って感じですね。はい、そしたら次左足を1個左に置いて5、6っていう感じになるんですけど、やることはまず体が左足ついた時に5って感じで、腰と胸をこう引っ張るような感じですね。はい、はい、そしたら今度体の向きを変えて6っていう感じで、こう向きをだんだん右側に持ってきながら胸と腰を5、6って感じで動かします。はい、でここの時に、右手が1本出して、まず左側に5で刺して、で次右側に6で刺します。はい、これ一緒にいくと5、6っていう感じになります。そしたら7で今度左足に乗って右足を今度は曲げて寄せていきます。セって感じですね。で左手はブンって感じでまた自分の前に投げます。セですね。はい、そしたらエイで右足をつきます。そしたら次左足から今度はワンツって感じで、最初にやった動きと反対側で今度は左から踏んでいきます。左右でやることは同じです。刺す刺すですね。いくとワンツですね。はい、来たら今度スリーでまたさっきと逆で左足に乗って右足を伸ばしたまま上げます。で手は左手がおでこ、右手が斜め上っていうかですね。来たら方でほっていう感じで、今度は右手腰に置いて、右足こう寄せてくるときに左手を頭のところで投げます。スリーほって感じですね。はい、来たらまたさっきと反対側の動きになるんですけど、右足を今度は右側に出して5、6っていう感じで、今度右手を腰に置いて、腰と胸をまた体を右から左に動かしながら5、6って感じで動かします。で、その時
に手が左手一本出して右に刺す、左に刺すっていう感じになります。5、6っていう感じですね。来たら7で左足を右足に寄せてきて、膝は曲げた状態で、手は肘をこうグッと曲げて、グーでこういう感じで持ってきます。で、この時に右の肩をブンっていう感じで前に1個アクセントを取ります。で、その時に軽く右足をセブンっていう感じで、ちょっと寄せてきながら一緒に飛びます。セブンですね。はい、そしたらブンの時に胸の前に手を準備して、エイで左足前についてエイっていう感じで両手を横にブン投げます。セーブンエイっていう感じになります。はい、そしたら前半部分ゆっくり通してやっていきたいと思います。最初のワンツーからいきます。せーの、ワンツースリーフォーファイブシックスセエイ、ワンツースリーフォーファイブシックスセブンエイ。はい、そしたら次後半部分やっていきたいと思います。今セブンエイっていうところで終わってると思います。そしたら次手はこのままぐるっと回してきてワンっていう感じになるんですけど、横から見るとこういう感じで右手自分の後ろ側にこう肘を曲げながら引きます。で、左手は斜め上に向かってグーで伸ばします。ワンですね。で、この時に足がワンっていう感じになるんですけど、これも横から見ると右足はそのまま膝が横向きになるようにプッって感じで曲げて、左足は膝が前に向くようにワンって曲げます。で、手をつけてワン、こういうポーズになります。はい、これを前向きでワンって感じですね。そしたらツーっていう感じになるんですけど、やることは右足を前に向かってついて、で、左足がその時にツーって感じで膝が内側に入るように曲げて、で、かかと前に見せるようにこういう感じで持ってきます。ツー、これも横から見るとワン、ツーって感じになります。はい、そしたら横の状態のまま手と一緒に行くとワン、ツーってになります。はい、そしたらこの動きもう一回繰り返します。スリーハっていう感じで同じ動きを2回繰り返します。はい、じゃあ前向きでやってみるとワン、ツー、スリーハっていう感じになります。はい、そしたら次左足をついて左足2回ケンケンって感じでジャンプします。その時に体も一緒に1、2っていう感じで左側に向くように持っていきます。で、その時右足は上げます。で、手は5、6で5、6っていう感じでこう頭の横でぐるぐる回します。5、6って感じですね。はい、そしたら次右足から7、8っていう感じでちょっと体を後ろに引きながら7、8っていう感じで2歩横に歩きます。で、その時に手が7、8っていう感じでこう走ってる感じで1、2って振ります。7、8って感じですね。はい、そしたらそのまま右足を右側に出して1、2、3、4っていう感じで右足後ろに出して体左にひねる、ワン、ツーで戻す。で、左足今度出して、スイッ。で、体ちょっと右にひねる。ハッ。で、戻す。っていう感じで足を踏みます。で、その時に手が、右手、まず腰に置いて、ワン、ツーで、左手は左にこう添える感じで置きます。ワン、ツー。そしたら、次、スーリーフォーで、左手、今度腰に置いて、右手、前に指を刺します。ス
スーリーホって感じですね。で、最後、フォーで左足戻すときに、フォーっていう感じで手を叩きます。フォー。はい、これ一緒にやると、まず右足出して、ワンっていう感じで、右手腰、左手添えるって感じですね。で、右足出すときに、ワンで、右の肩を前にグッて出します。ワンって感じですね。はい、そしたらツーで戻してきて、次入れ替えて、スリーって感じで、今度は右手指さして、で、スーリー、フォー、左足戻すときに、タッチっていう感じになります。もう一回行くと、ワン、ツー、スーリー、ハッっていう感じになります。はい。そしたら、次、左足から、5、6、7、8っていう感じで、4つ後ろに下がります。で、その時手が、5、6、7、8っていう感じになります。一緒に行くと、5、6、7、8っていう感じになります。はい、そしたら後半部分ゆっくり通してやっていきたいと思います。最初のワンのところからいきます。せーの、ワン、ツー、スリー、ホッ、ファイブ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、ホッ、ファイブ、シックス、セブン、エイ。はい、そしたら最初から最後までゆっくり通してやっていきたいと思います。最初のワン、ツーのところからいきます。せーの、ワン、ツー、スリー、ホッ、ファイブ、シックス、セ、エイ、ワン、ツー、スリー、ホッ、ファイブ、シックス、セ、ブン、エイ、ワン、ツー、スリー、ホッ、ファイブ、シックス、セ、ブン、エイ、ワン、ツー、スリー、ハッ、ファイブ、シックス、セ、エイ。はい、そしたら最初から最後まで早く通してやっていきたいと思います。最初の、ワン、ツーからいきます。せーの、ワン、ツー、スリー、ハッ、ファイブ、シックス、セ、エイ。ワン、ツー、スリー、ハッ、ファイブ、シックス、セ、ブン、エイ。ワン、ツー、スリー、ハッ、ファイブ、シックス、セ、ブン、エイ。はい、お疲れ様でした。はい、今回はですね、曲のリズムがすごく取りやすくて踊っていて本当に楽しい曲なので、ぜひ皆さんもこの動画で覚えてたくさん踊ってみてください。はい、それでは今回は以上になります。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になったよ、よかったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆様からのリクエスト曲も受け付けているので、ぜひコメント欄の方にコメントよろしくお願いします。この動画の概要欄に私のインスタグラム、TikTok の方も載せているので、そちらもぜひチェック、フォローの方よろしくお願いします。最後に私のプライベートレッスンも気になるよって方は、インスタの DM の方にご連絡お待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。